教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。たびたびディアブロのチャンネルで紹介しているテレビ朝日の職員であり、なぜかコメンテーターを続けている玉川徹氏の番組内での出現、数日前にコロナウイルスについての発言を取り上げて、その少し前には別の出現について取り上げて、さすがにもう出てこないだろうと思っていましたが、ディアブロの予測があまりにも浅はかであったことを思い知らされました。ということで、今回は玉川徹氏の新たな問題発言について取り上げます。玉川徹氏が今回取り上げる問題発言をしたのは、2023年4月26日放送の羽鳥慎一モーニングショーでした。まあ、玉川徹氏といえばこの番組しか印象がないので、もういちいち番組を紹介するほどなのかなとも思ってしまいます。ということで、早速どういう発言をしたのか、2023年4月27日のニューフェスビジョンから引用します。4月26日放送の羽鳥慎一モーニングショー、テレビ朝日系にテレビ朝日報道局員の玉川徹氏60が出演。農家は米の生産をやめて小麦とかに行ってほしい、食べないもの作ってもしょうがないと発言し、反論が続出している。この日、玉川氏は農業の人材不足について取材を行ったとのことで、食料危機に言及し、輸入に頼っている小麦が将来的に日本に入ってこなくなる可能性を示唆。一方、番組コメンテーターのリディラバ代表安倍俊樹氏、35はポイントは米で、若い人の新しい参入はあるんですけど、みんな米には行かないんですよ。なぜなら米は大変なのに儲からないとした上で、僕らが安くて美味しい米を食べられるのは、農家の皆さんが人件費を全く無視して24時間労働をした上で提供していてくれてるからだと説明した。すると玉川氏は、実は今後米の需要は減っていくんです、みんな米を食べないから、だから生産数が減っても米の自給率は保てるんですよ、日本人が米食べないで小麦食べるようになってきた、要するに食が欧米化してきたと指摘。続けて、米を輸出しようにも、潮流米が主流のアジアでは、単流米がほとんどの日本の米は輸出する場所がないため、むしろ小麦とかそっちの生産の方に行ってほしいんだけど、それは日本の気候や土地にはあまり合わないんですと説明し、食べないもの作ってもしょうがないとバッサリ。これに安倍氏が、食の安全保障を考えたら米の方を大事にしておくのが大事、海外で食べる文化をどこまで持っていけるか、寿司とかでと反論すると、玉川氏は、それをやるぐらいだったら品種改良で日本で育つ小麦がもうできてますから、農家の生産をなるべく米から小麦とかに変わってもらって、需要が変わってるんだから我々の需要を変えろったって無理だし、世界で米食へったって食わないんだから、こっち消費者に合わせるしかないと持論を展開した。これには視聴者からも、欧米は米を食いたいけど作れないから小麦を食ってるのでは、日本の食文化変化したからといって日本の米作りやめて小麦作れってなぜそうなるかな、米は食わないから小麦作れやら、なんでこの人たちは上から目線なんだろうか、基本人事なんだわ、米から小麦にシフトすべきだと、それはちょっと横暴な意見ではないか、小麦なくなったら米に戻りゃいいじゃん、日本人なんだからなんで小麦増やす話になるのよ、アレルギーも増えてんのに、と呆れ声が上がっていた。農林水産省が発表した令和3年度の食生活ライフスタイル調査によると、朝食ではパンを主食としている割合が多かったものの、日本人の場合は昼食夕食ともに米が主食の方が多く、夕食に至っては米が主食と回答した人が7割にも。玉川氏の食べないもの作ってもしょうがないは明らかに言い過ぎで、あまりに米農家や米食を軽視した発言ではなかっただろうか。簡単にまとめると、玉川徹氏は米の消費量は減っていくんだから、外国で食べられている小麦にシフトするべきだとする発言を行いました。確かに米の年間消費量はピークの時から比べれば半分以下になってしまっており、言いたいとしたいことは理解はできますが、単純に消費量が減っているからだけで生産量を減らしてまで小麦にシフトする意味は一体何なのでしょうか。食の欧米化が進み、米が余っていることを理由にしていますが、牛乳と同じで端的に数を減らすのではなく、消費する方法を考えた方が建設的であり、米農家のためにもなると思いますし、そもそも米農地でそのまま小麦が作れるかということを考えると、生育環境の違いにより難しいと思われます。日本で米が主食として食べられてきたのは、米の生育に適した環境であり、安定して収穫ができていたこともあるでしょう。アメリカなどでは夏場に寒気が訪れるために雨が少ない時期が生じ、その気候が小麦の生産に適していたため、
日本における米の役割が小麦になったというだけの話であると思います。小麦は本来質害に弱い性質があり、土壌が湿りすぎていると歩数の減少や粒の数が十分に実らないなど、日本で育てるのには適していない部分が多く見受けられるために、文化や時代背景、気候条件などを鑑みても、米農家に小麦を作るように促すのは生産効率としてもいかがなものかと思ってしまいます。玉川徹氏は小麦が米と同じ条件で作れるのだと考えて発言したのでしょうか。それだとしたらあまりにも資料不足だとしか言いようがありません。食の欧米化に少し話を戻しますが、パンやパスタなどそうした小麦を使う料理のことを指しているのであれば、米粉でも同じようなものが作れるような研究を行った方が、食料自給率や農家の儲けなどを考えると総合的に前進すると思います。日本では給食に米粉パンが出てくる場所があったりと、米をどのように消費するかの努力をしている場所もあったり、ベトナムのフォーを参考にした麺類を作成するなど、できることはまだまだたくさんあるとディアブロは思います。そうした消費できる可能性を模索した後に多大に余るのであれば、別の作物の可能性も考えてもいいと思いますが、努力をする前に今余っているのだから別のものを作ろうとするのはあまりにも早計な判断であると思います。あと国産小麦については、現状の小麦だと品種によってはパンやパスタ、中華麺の製造に向かないと言われています。日本食品工業株式会社公式オンラインショップ弁部の進化する国産小麦というページから引用します。小麦粉の主な成分はでんぷんとタンパク質、タンパク質の 80% 近くが粘着力と伸びを生むグリアジンと、弾力を生むグルテニンという物質で、水を加えてつくねることで2つの物質が絡みつき、パンの焼き上がりや麺のコシを左右するグルテンに変化します。小麦粉はそのタンパク質の多い順に、硬質小麦、強力粉、中間質小麦、中力粉、軟質小麦、薄力粉に加工されますが、タンパク質の多い強力粉はパン、中華麺、餃子の皮などに、中力粉はそうめんやうどん、そばのつなぎに、薄力粉はお菓子にと、それぞれの用途に活躍しています。中でもパンや中華麺に外国産小麦が圧倒的に使われる理由は、このタンパク質の含有量にありました。日本では昔からそうめん、うどん、そばのつなぎに適した中間小麦が多く生産されてきました。それが日本の気候、風土に適した品種だったからですが、タンパク質が少ないためグルテンの形成が弱いとの理由で、ニーズが高まるパンや中華麺の製造に向かないと言われていたのです。小麦は作れるには作れるけれども、日本で育てられるものではなかなか欧米のような加工品を作ることは困難であるというのが、先ほどの記事でもお分かりいただけると思います。今では品種改良が進み、一定数利用できる小麦も作れるようにはなりましたが、それでも品種の選定はかなり厳しいものとなっており、その小麦の生育に適さない農地であった場合は生産コストが見合わない可能性もあります。なので無理に小麦生産に移行するのは、米農家へさらなる打撃を与える場合も考慮しなければなりません。ならば米の加工研究の方を推し進める方が未来食という意味でも建設的であるとディアブロは考えます。玉川徹氏の麦を作れという発言について、ネット上では、お米は日本人にとって食歴の長い、安全性の高い食品、人によってどの食べ物が体質的に合っているかは個々に差はあっても、先祖が食べ継いできた海を渡らないで得られる天と大地の恵みをなくせというのは意味がわからない、丼物チェーンや定食屋によくお世話になってるけど、そこに米おろしてるのも米農家なんだよ、品種違うけどもち米生産されなくなったら正月に鏡餅や雑煮がないなんて困るわ、そもそも湿潤な気候の多い日本で小麦栽培に向いてるところがどのくらいか理解してたらこんなこと言えやしないよ、米は玄米で取れば非常用の栄養食として価値が高い、小麦は栄養価が低いので非常食としては不完全、単体で価値の高いものを国産で守らんでどうすんね、国策で古来より米を守ってきたのには理由があるのよ、変更学習が過ぎるとこうなる典型例なのね。一時期フォー米粉の麺にハマってたんだけど、米粉のパンも美味しいし、今以上に米粉の食品が普及するように働きかけるっていう案もあるよね。小麦アレルギーある人も食べられる米粉ってめちゃ優秀だと思うんだ。お米が育つ稲は水田、小麦は小麦畑で違うでしょ、簡単に切り替えられるものじゃない、我が家ご飯は毎日食べてます、携わってる方々に対する敬意がなさすぎる、お金があって地位があっても生産してくださる方々がいなければ食べられないんですよ、お米も麦も。連作障害を起こす小麦を潤沢に生産できる土地があるならそうするかもね。北海道でなら小麦を作っても採算取れるかもしれないが、小規模での小麦は難しいよね。
小麦だけでなく大豆、トウキビも作らないと日本は食糧難民になるよ。パックご飯の売り上げは伸びているので、食べないというよりもご飯を炊くのが面倒な人が増えているのだろうから、駅前などに炊きたてご飯が買える店を増やしたり、飲食店で余るご飯を即冷凍回収して安く販売できる仕組みを作って、食品ロスを減らすなどの取り組みを増やしたら良いのでは。これだけ人の心を魚でできるのもある意味すごい才能だよね。本間引退してどうぞ。夏の間は何を作るのか。米と麦では時期が全く違うんやけど、知らんのか。食べないものを作ってしょうがないじゃなく、米をいかに消費してって考えていくんやろ。普通はやはりおかしい。あいつは米と小麦とでは耕作地の対面積あたりの養える人数が違う。しかも小麦の場合、3分の1は休耕地にする必要があるって義務教育で習うよね。無責任なエセインテリを気取りながら無教養が溢れ出ている。叫んなこいつ。てか小麦より米の方が生産効率が良いって知らんのか。米が作れる地域って限られてるんだから、せっかくその環境があるなら米を作るべきだ。ふざけたことを言うな。お前が作ってみろ。小麦も簡単に作れると思ったら大違いだぞ。もう玉川徹という人には発言の場を与えるべきではないのでは。というように条件の違いを挙げる人や思慮が浅いのではないかとする声が多く見受けられました。いかがでしたか。今回は玉川徹氏が米は食べなくなるから小麦を作れという発言をしたことを紹介しました。確かに方法として一つあるのかもしれませんが、それにかかるコストや収穫効率などを考えると気軽に発言すべきものではないとディアブロは感じました。全て否定するわけではなく、可能性の一つとしてはギリギリあり得るだろうということは思います。ただそれでも米の方が日本の気候に合っていることや米粉の有効活用法を模索するなどの方法はいくらでも残っている状態で、食べないものを作ってもしょうがないとするような発言は横暴と言われても仕方がなかったと思います。最後に願望になりますが、米粉で作れるカロリーメイトとかできればそこそこ需要が出ると思うので作ってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。